はいどうも、コンシェルジュです。僕もね、たくさん浮気をされてきた。あなたも浮気されて、えー、まあ、振られて、不健したいとか、浮気され中であるとか、まあ、あの、恋人同士じゃなくて、夫婦。夫婦で今まさに旦那、嫁に浮気されてるっていう状況で、疑っちゃうじゃないですか。で、僕も昔は疑ってたけど、疑ったら、復縁できないです。仲直りは絶対にできないんで、疑いの心捨てないといけないですよ。これ辛いよね。できないもん。普通は。 だから僕も、まあ、過去動画とかでもね、あの、浮気されたとしても、浮気調査やっちゃダメですよ。基本ね、やらない。基本はやらない方がいいですよ。まあ、やった方がいいケースもあるかもしれないけど、基本やらない方がいい。うん、浮気調査やっちゃって、その証拠取ったとして、その証拠を突きつけて、あんた浮気してるでしょ。お前浮気してんだろって言ったら、もっと嫌われるじゃん。もう、<laughs> 仲直りできないからね。相手がもう完全に何かその、普通の人じゃなくて、もうその、頭こんがらがっちゃってて、で浮気してる場合とかは、まあ、 うん。圧力によって復遍できるんですよ。要は、ごまきのケース、うん。ごまきのケース覚えてるでしょごまき、浮気したよね。うん、でも、旦那、どんな旦那か知らないけど、旦那の圧倒的な圧により、まあ、相当な、モラの、モラの腹だったと思うんですけど、あ相当な圧により、改心した風になってるじゃないですか。うん、ただそこで、まあ、実際わかんないよ。ただ僕が勝手に考えてるだけ。あそこまでその浮気して、あんな可愛くて、で、そんな女性が、 まあ世間体とかもあり、考えて、で、旦那が徹底的に、まあ詰める姿勢、圧力かける姿勢取ってきたときに、好きな気持ちって再び出てこないんですよ。あれは多分世間体とか、あの芸能関係のお仕事的に、離婚特策ではあるまいという感じで、まあ表面上戻っているっていう感じだと僕は思うんですよね。あの戻り方は不自然だった。多分圧がやばすぎたんだと思う。 うん、あのー、まあ、どこの芸能事務所に所属してるかとか僕は知らないですけど、そういう芸能関係はそんなに詳しくないんで。うん、でも、多分事務所からも圧あ,あったじゃない離婚しな方がいいかんねって。でも、普通にあったと思うし、うん、あのー、お前が旦那に頭下げないと、これから仕事やっていけないぞと。仕事やっていけないと、ごまきがもし、あのー、事務所に所属してるんだれば、ごまきがいなくなったら、ま、上がりはさなくなるわけだから、ごまき分のね。 だから、辞めないでほしいしっていうところで、あ、事務所からも圧力あったんじゃないかな。例えば、そういう特殊な状況の場合は、浮気調査して、証拠突きつけて、お前辞めれっていい感じしれって、お前ぶったたこぞっていうことをやってもいいさ。でも、普通は無理なの。普通はもっと嫌われるだけだから、浮気調査してはいけないです。でサル、プラスアルファ今回のメインのトピックである、疑わないってこと。 こっちが疑うと相手が疑ってきますからね。疑いの気持ちは必ず出る。隠しきれるもんじゃない。それ隠し、完璧に隠しきれる人は多分、それこそまた再び言うけどおかしい人なの。あなた多分そんなにおかしくないと思うんで、普通の人普通にちょっと毛が生えたぐらいのおかしさしか持ってない人だと思うんで、要はあんまりおかしくないってこと。だからバレるはずです。その疑いの気持ちが。こういう、こう,こういう目でもうバレると思う。うん。ね。 あなたが女性だったら、彼氏とか旦那と、まあ、一緒に暮らしてるとして、彼氏とか、彼氏、旦那のね、えー、ご飯作ってあげようかなと思って、ご飯用意して、ご飯作った時にも、でも、この男を浮気してる可能性あるんだよなと思った瞬間の、はい、できたっていう。その声のトーンでもう疑いが全部バレるよ。バレちゃう、バレちゃう。だから、あなたが男性で、奥さんや、あと彼女が浮気してる場合もそうだよ。疑ってると全部出るよ。 自分のことを疑ってるやつなんて分かるでしょ社会人もなってりゃ、もう分かるよね。こいつちょっと警戒してんな、こっちに対してとか、あこっちのこと信頼してないなっていうのは、態度や雰囲気でも分かるでしょニコニコしてきててもに、意外にニコニコちゃんと話してくれんのに、日常では全然こっち寄ってこねえな。バッと会った時に、角にニコに、ああ、どうもお久しぶりですーって、角にやってくるけど、日常向こうから一切もう寄ってくることがないとかで、もう、もう分かるじゃん。もうこいつ警戒してんじゃん。っていうのが <laughs>、 警戒ってバレるんですよ。疑いってバレるの。で、相手も、その、バレちゃったあ、相手に伝わった以上、相手もこっち警戒してくるし、相手も疑ってくるのよ。うん、何かやってくるに違いないと思われる。で、こっちも、その相手が疑ってんの、わかるでしょ。ね。浮気された人だったらわかるでしょ。相手が警戒してスマホをさらに隠す。ね。あのー、車の GPS の履歴を全部その都度消している。うん。 今まで、さすがにその、ナビの履歴全部消すはなかったのに。警戒が警戒を呼んでさ、もう、冷静見てなってるじゃないですか、それは。だからね、疑うことをやめないとダメなんですけど、どっちかがやめないとダメなんですよ。ロシアとウクライナみたいなもんで、どっちかが疑うのやめないと終わらないんだよね。うん どっちかが、譲歩しないと、どっちかが犠牲を払って、どっちかが損をして、どっちかが辛い気持ちになって、恐怖を飲み込まないと停戦ってできないんですよ。どっちかが怖いなと思いながら疑うことをやめないといけないの。うん。核,核戦争のあれと一緒だよね。核拡散防止条約みたいなさ。どっちか、どっちも核兵器持ってるよね。でも、こっちが、どっちかが、もう核兵器作りませんと。 いうような条約に調印して批准してね <laughs>。それを、あの、こう、発行させないとさ、こっちが引っ込めることないんだよね。どっちかが先に引っ込めなきゃダメなの。どっちかが勇気を出して引っ込めれば相手も引っ込むんだよ。だから浮気の問題とか全部それで、疑いの気持ちとかも全部それで、じゃあどっち引っ込める相手浮気してんすよ。浮気するやつっす。<laughs> ね。 そうなるとあなたが引っ込めるしかないの。ね。あなたが引っ込めるしかなくて。相手は引っ込ますつもりないタイプだから浮気してんだから。まずあなたが引っ込めて。もう気にしなくていいから。あの、引っ込めようが引っ込めなかろうが浮気はするのを続くのよ。うん。浮気やめさせたいんだったらやるしかないじゃん。でもそれやっちゃったらあなたの人生終わりでしょじゃあ、疑おうが疑う前が浮気は続くんだから、じゃあ疑わない方が、 いろんないいことがある。まずあなたの精神衛生上も精神状態も良くなるし、いちいちアクセスしなくてもいいし、ね、焦らなくてもいいし、ドキドキしなくてもいいし、あの、余計な手間かね、時間かけなくていい。今までさ、浮気されてどれだけの無駄時間使ったそれで何の証拠取れたうん。ね<え>探偵さんに依頼して証拠取れましたっていう方もいるかもしれないけど、それいつ使うの それ出して、何、ふ、これ浮気でよ、やめて、浮気やめて、あの、復縁してって、私は何とのこと好きだからって言う <laughs>。大丈夫かお前って言われますよそれは。お前ちょっと理屈通ってねえの分かってるっていう。それは、その浮気の証拠っていうのは離婚するときに使うもんだ、うん。 そこまでやっといて、ね、俺に戻ってこいって言わ。俺に対してこういうことやるやつをって。それ、僕は今男だから俺に対してって <laughs> 言いましたけど、相手が奥さんであれ、あなたが男性で相手が奥さんね。奥さんに対して同じことやっても同じように感じますし。結局は何もならないんですよ。うん、その浮気のことに関して疑ってる限り。だったら疑わないでください。そうすると相手も疑わなくなるから。 あなたが警戒をやめれば、相手はそれ以上の警戒をしないから。で、それをやらなければならないのは、あなたの方だから。まあ、二つ理由があって、あなたの方が相手のこと好きなんでしょ復縁したいんだったら、あなたがやめないといけないの疑うこと。うん、これはもう決まり。これはルールです。で、二つ目は、これ何でもそうなんですけど、人間的に立派な方が犠牲を払わなければいけないの。うん、そうじゃない 人間的に上の人間が責任を取るじゃん。偉い奴が責任を取るじゃん。基本。偉い奴が我慢するの。偉い奴が尻拭い。そのために偉いんだから。で世の中にはね、偉いくせにさ、尻拭いすらもせずさ、全部部部下に押し付けてくるような上司もいますよ。でも、それは本来の姿じゃなくて、やっぱり、その、より人間的に立派な方が我慢しなければいけないのよ。 それ、まあ一番簡単な、僕の今の、まあ、例えで言うと、周りで見ると、まあ子育てのことになっちゃうんだけど、うん。どっち我慢する子供と僕とどっち我慢します子供が、なんかこ私このテレビ見たい。うん。で、僕は、あの、違う、ニュース見たい。<laughs> ニュースを見たいのに、子供はなんか、あのー、アニメ見たいっつってる。それは子供に見させるよね、それね。見たいっつってんだからね。で、僕が見たいニュースは我慢するじゃないですか。 人間的に立派な方が我慢しないといけないの。っていうのが二つ目の理由で、あなたが疑うことを先にやめないといけないんです。うん。それするだけで、かなり復縁への機運が高まってきますよ。なんか変わる。相手だって気づくから、あ、疑うのやめてる。どうしたんだろう気になるよね。なんか作戦考えてんのかなでも、今までみたいに疑いが、疑いを呼ぶような感じで見てこないから。 おののどういうことだいっていう感じでね。なんか今までとは違うけどどういうことだいっていうのは何考えてんのか分かんねえな、こいつつって思 <laughs> ってくれるような感じのイメージで見られる。うん。で、もちろん相手は浮気してるわけですから、それは当然警戒はし続けますけど、それでも何か変わったあなたに気づいて、で、時々早く帰ってくるようになったりする。 ねあなたとの関係がちょっと良くなると、あなたとの何かその、行事を優先するかもしれない。その時に浮気相手のやつ切れるじゃないですか。ここで喧嘩になるじゃん。そういうのを起こさせないといけない。そのためには、あなたが、ね、先に疑うことをやめてください。そうすることによって、まあ、それ、すなわち即復縁にはならないですけど、復縁への道筋が開かれていくんで。 ぜひ頑張ってくださいまあ、辛いですけどね。も僕も気持ちはすごい分かりますんで。辛いですけど、まあ、それやるしかないです。それが嫌なんだったら離婚しましょう。自分が折れたくない。疑いの心を捨てたくない。ずっと疑っていたいんであれば。それはもう相手のこと嫌いってことよ。うん、相手のこと疑いたいのに、相手のこと好きって、それは何かあの心の病だわ。うん、<laughs> それ筋が通らないの。まあ激しすぎる依存みたいな感じになってて、憎い相手でも欲しいみたいな。 あの、誹謗中傷する相手が、例えば、<laughs> ツイッターとか、YouTube とかでもいいけど、誹謗中傷する相手が、動画の更新ツイッターの更新を止めると、やる気がなくなるみたいな。もう病気じゃん、それは。それと一緒みたいになっちゃうんで。憎いんだったら別れればいいのさ。ね、疑ってたいなら別れればいいの。でも別れたくないんだったら、うん、疑うのをやめましょう。はい。今回は以上です。頑張っていきましょうね。コンシェルジーでした。ではまた。